今日ね17期生の子たちに会ったんですけど私がその自主練してると来たんですけどでもコミュ障すぎてあ「橋本ちゃんだ」とか言えなかった橋本ちゃんとは目合いましたでもちゃんとキアラさんの妹さん愛梨ちゃんめっちゃキラキラもうキラキラ輝いてましたすごく目がキラキラ細くて綺麗 見知りでですよ喋れないですよ私なんか「お疲れ様です」って言われて「お疲れ様です」って言っちゃったもん。お前は後輩かって思いました自分に自分に言いたかった「お前は後輩か」ってやっぱ一番後輩って絶対楽だって全員に敬語使っとけばいいんだもん平田さん平田さん平田ゆきちゃん平田ゆきちゃんのレッスン着なんかみんな好きそうなレッスン着だった。 <laughs> みんながすごい好きそうな <laughs> 私は着れない着れない <laughs> 発表は着れないと思ってホテイちゃんちちゃゃんんはね見ましたよちゃんとなんか全員と挨拶したってわけじゃなくて橋本ちゃんとかはなんか近くに来て「おはようございます」って言ってくれたりとかニーナちゃんも。 全然通り道とかじゃないのに近く来て「お疲れ様です」言ってくれたりとか木原さんが別のレッスンでおられたんですけど愛梨ちゃんのことをもう本当になんかもう本当にリッセン姉妹を見てるみたたいだっただもうずっと「本当に可愛いねもう」みたいなもう本当にそなんかその2人だけの空間がすごい広がってた、うん、もうなんかお家の出来事みたいな。 いやお家でもありえんよねみたいななんか私の姉とは全然違うなって私も可愛いってなんかそのずっともう本当に愛ちゃんは可愛いねってずっと言ってらしてそう木原さんがはあと思ってあこんな姉妹の形ってあるんだって思いましたねあとみ前髪がない水嶋ちゃんかな水嶋ちゃんかな多分一番最初に挨拶してくれた子がその子で水嶋ちゃん やっぱ挨拶ってさなんか人わかりますよねやっぱ挨拶って大事だと思いますはい